皆様こんばんは。毎度毎度。絶好調、トレビファ、うんぷ姫ちゃん。ある日はアド、ある日は古舘一郎、ある日は橋本環奈ちゃん、ある日は綾瀬はるかちゃん。本日の芸名は、がんばれるや。真昼によしこでございます。指の体操、はじめ。曲です。まずうちのピアノ教室では指番号を覚えてゆっくりと独譜力に初見力を覚えていきます。コアララクタダンゴゴキララクタだんご。あーあめんそうめんろーめん。リズムも言葉をつけて楽しく覚えていきます。パンダウサギコアラちゃんもとっても可愛い曲です。ひげじいさんからいろんな曲もお届けいたします。願いましては、またまた、
千角の三は割るに千の百ピンポンプラス三百千八百ピンポン千八百割る六は三百ピンポン願いましたおちゃちゃよっておいて見てらっしゃー頑張るよこのま先生はご褒美も惜しんでおりませぬ先生との相性もピアノが長続きするコツだからでございますよい子の皆さんを怪我や安全お守りし人や部品も大切にする気持ちピアノレッスンでは技術を教えるだけでもなく人との関わりや人との接し方ちゃんとマナーにお父さんやお母さんを敬う気持ち先生の的確なアドバイスを聞く能力も大切になってまいります何でもできると思えばできるのでございます自分なんかダメよと思ってはいけません話し方人に好かれる話し方と人に伝わる的確なアドバイスというのがあります先生も自分の悪いところはちゃんと見極めた上でちゃんと人に伝わるように嫌われないアドバイスどうやったらちゃんとその人を傷つけずにちゃんと伝えられるかなという話し方これは人に好かれる話し方嫌われる話し方というのもありますあなたダメよ何やってんのと言われると本当に皆さんもシュンとくると思います皆さんも自分に自信を持ってくださいね自信を持つ自分なんかダメよと思っては決していけませんそれではグリコのおまけフラットの6つあるヒント単調おまけの方が多い体の不自由な方耳が聞こえにくい確かに本当に皆さんいろんな障害発達障害にしろ体の不自由な方が多い現状です皆さんも無理をしないでできることを自分にできることは何かないかな問いかけてみて自分はこれがちゃんとできるのかなちょっと自分はこれは難しいかななどと自分の限界可能性というのを探るこれも大切かもしれません完璧をやめて少し優しく息を抜くリラックスするリラックス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 これが本来は一番だと思います。ピアノもむずい。練習曲がむずい。これは解消できるんです。フラットの多い曲や臨時曲がシャープの曲も必ずちゃんと弾
けるようになります。それはちゃんと先生がいつも変気音の音のちゃんとサポートしております。振り仮名がないと聞けない、これも小さい子ならよくある現象です。振り仮名が書いてないと楽譜が読めない、これも当たり前といえば当たり前ですが、ちゃんとサポートしておりますのでご安心くださいな。それでは発表のことのこと、おこんでだんでだ、当たり前だのクラッカー、はあ、ちょっとくらいヨーロッパ、まだまだ頑張れるや、駄菓子屋牧先生頑張るぞ。それでは